渡辺光一は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。元防衛大臣政務官兼、内閣府大臣政務官。元北海道岩見沢市長。父は、科学技術庁長官を務めた元衆議院議員の渡辺昭一。東京都で生まれ、父、昭一の故郷である北海道美梅市で育つ。北海道岩見沢東高等学校。 東日本学園大学史学部卒業。卒業後は、市会委員の勤務医を経て、1991年に、岩見沢市で、市会院を開業。1996年、岩見沢青年会議所理事長に就任し、岩見沢市 PTA 連合会会長や空知、PTA 連合会会長を務める。2002年10月、岩見沢市長選挙に立候補。 現職の野瀬国幸岩見沢市長を四千病町の大佐で破り、初当選した。2006年、岩見沢市長再選。2010年の岩見沢市長選では、民主、自民、公明3党の与野党相乗りで参戦。市長在職中は、情報公開や企業誘致、医療、福祉の充実化に尽力。また市町村合併を推進し、北村、栗沢町を、 岩見沢市へ編入合併させた。2009年には経営破綻した岩見沢市内の大手ゼネコンカツイの再建にも協力。一方で市内の学校給食岩見沢共同調理所から発生した集団食中毒や市内のゴミ採集処分場の埋め立て量の改ざん等を見逃した監督責任の不行き届きや対応の不手際で批判を受けた。 2012年6月、次期衆議院議員総選挙にかつて父、小一も立候補した北海道10区から立候補する意向を表明。自民党北海道連の北海道第10選挙区支部は、飯島ゆうかりの辞任により、空席状態が続いていた同区支部長に渡辺を推薦し、党本部に公認を申請する方針を固めた。しかし、 比例北海道ブロック選出の稲津久し、衆議院議員も、次期衆議院議員総選挙に、北海道十区から立候補する意向を表明していたため、自民党は、北海道十区への候補擁立を見送る方針を、決定。一方、渡辺の擁立に動いた、自民党所属の北海道議会議員らは、再度、渡辺の公認を求め、自民党から公認が得られない場合は、 無所属で立候補する渡辺を支援する方針を固めた。しかし、その後の党本部による調整により、北海道10区からは伊津が立候補し、渡辺は比例北海道ブロック単独1位での立候補が内定した。2012年7月、岩見沢市議会議長に辞職願いを提出し、市議会で辞任が了承された。同年12月の 第46回衆議院議員総選挙で初当選。なお、当選後に入居した衆議院第1議員会館の部屋番号はかつて父、小一が衆議院議員在職中に入居していた部屋番号である。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で再選。2017年10月の 第48回衆議院議員総選挙で比例区単独1位で参戦。11月1日の主犯指名選挙では安倍晋三に投票したが投票用紙に自身の指名を書き忘れたため無好票となった。ありがとうございます。